吉田さん、映画みたいな人生を送ってみたいと、まあ、そんなことを考えることが人生にはあるんじゃないかなと思いますでも現実は台本があるようにはうまくいかなくってその現実のね、狭間で葛藤に怯えたりそして一気に憂したりってことなのかなと思うんですけども実際に人生っていうのは筋が広ないドラマなんでしょうか人生っていうのはリアルそのものなんでしょうか私はねそうは思わないんですよ 人生すすら創作物だと思いますどういうことかっていうとやっぱり自分の人生を無理やり自分の理想に近づけようとしてね好きでもないことをやったりとかそれから現実の狭間でしなくてはならないことに暴殺されたりとかするんじゃないかなと思うんですよ、まあ、つまり本能のままに生きてる人ってあんまりいなくってね人工的に自分の未来を作ろうとして無理をしているんですよね そういう意味で言うと自分で描いた台本に自分を当てはめようとしてるってことなんじゃないかなと思うんですよまあ例えばね進学をするのも少しでも有利な人生を自分が送りたいと思うからであって、うん、言ってみれば本心のようで本心ではないんですよね楽して暮らしたいなとかね金持ちになって豊かにやっていきたいなとかあの車に乗りたいとかあの国に行きたいそれは本能でしょう。 でもその本能を叶えるためにやることってのは、おおよそ筋書きを書いたようなことばかりじゃないかなと思うんですよ。ね、自分の目標を達成させるため、自分の欲望を満たすために、台本を書いて、こういうふうに計画して行動したら、そうなれるんじゃなかろうかっていうことで、自分の人生をね、デザインしてるとも言えるんですよ。そういう意味で言うと、自分の、自分のですよ、人生は、 あるる程度台本を書いいてんんじゃないかなかと思うんですよただし自分の人生の台本をそのまま演じようと思っても他の登場人物にはそして人生の主役はいつも自分なんだけども他者と交わる時にはその人はその人の人生の主役を思い描いてるわけですから自分のステージに他の人生の主人公が乗っかってくるってことになるんですよ。 これが衝突でで、すよねで競争も起きてくるだんだんお互いに譲るところ譲られるところが出てきてそれなりにまとまっていくのかなってことですよね。うんまあ、私は確かにマージャン店からネットビジネス世界に来ましたけどもマージャン店で財をなそうと思ったけども同じようなことを考えている他のオーナーがいて。 お客さんの取り合いとか人気の取り合いシェアの取り合い場所の取り合いになったわけですよねまあそうしてお客さんにはお客さんの自分の人生があり何もね私の人生の脇役になろうと思ってきたわけじゃないんですよお客さんもスタッフも自分の人生を主人公として暮らすためにどこかで私はね脇役にしなければならないような瞬間が出てくるんですよでもその時はその時で私が自分の主人公の座を譲れないから 同じステージにさまざまな人の主役級の役者がね揃ってきて誰も脇役をやろうと思わないから、まあ、なかなかうまくいかないのかなってところですよね随分昔ですけども、えー、女性のねハイヒールにワインを注いで飲んだってことがありましたあれはその女性を主人公にするため気持ちよくするためその女性が欲望を叶えるために私が脇役になったっていう例なんですけどもただ 本当にそういうことすると、脇役を買って出たはずの私が注目を浴びて主人公になって、それを軽々しくやれといった女性が一気に脇役になってしまうんですよね。そして私は、その日の売り上げの100万円というのを達成することになったわけなんですよ。まあ、そう考えていくと、脇役を買って出る方が主役に近かったりするってことがあるのかなと思います。ミッションインポッシブルね。うん。なんかその、ハリウッドの映画にも AI が台頭してきて、 役者とそれから映画を作る作り手の方とね今ちょっとした問題が起きてるらしいんですよその一部がそのストライキになってるのかもしれないですねでどういうことかっていうとね今までは役者さん俳優さんを集めてそして皆さんに演じてもらってロケの日程を取ったりとか時にはあっちこっちに遠征に行ってそこで撮影をしたりとかするっていうね もう本当に大人数で移動しながら長い期間をかけていろんな人と関わって作っていったんですよねでもこれからの映画の作り方って役者さんのデータを全身取り込んでその時点で役者さんはいありがとうございましたお疲れ様でしたって,ってもう仕事がないんですよじゃあその後はどんな形で映画を作るかっていうと取り込んだデータからそこのエキストラの人物を重ねてそれで映画を作っていくしまいには全てて えー、動画でですね作成するんですよね AI によってそうするとどんな無理なあ立ち位置からでも演技ができるしどんなアングルからでも撮影ができるっていうことになるんですよつまり人間の肉体っていうのがある限りは撮影に限界があるんですけども肉体ではなくてデータだけ抜き出してその後役者さんは「はいさようなら」ってやりますから人件費もかからないなんかおおむねね1日10万円ぐらいで全てのデータを取り込めるらしいんですよだから役者さんのギャラがこれからね 極端に安くなるとその代わりプログラマーさんっていうのは毎日毎日それこそクランクアップして3か月6か月1年と撮影期間っていうのがある間ずっとプログラマーさんがこう頑張って外注で働くんですよねそうするとプログラマーさんにはすごくギャラが集まってくるけども役者さんは最初のデータ取り込み日の日だけのギャラしか来ないっていうことで撮影期間が今までね6か月とか1年あった役者さんがずっとギャラをもらい続けてきたのに。 今回からは一日になるっていうことで、役者さんの存在意義っていうのがこれからね問われてくるっていうかね、いなくなってくるのかなっていうことこですよね。まあそういうふうな形で、誰もがね、自分の人生の主人公を演じようとして、この世の中生きてますから、いつ自分がね、主役を降ろされるかわからない。しまいには脇役ですらない。舞台を降ろされるかわかんない。まあそんなことが起きてるんではなかろうかと思いますけどもね、どのようにお感じになったでしょうか。それでは本日も行ってみましょう。